地上展示される KH-31AKH-31 はソビート連邦で開発された対艦、対レーダーミサイルである。NATO コードネームは AS-17 クリプトン、また非公式にミニモスキートとも呼ばれているようである。KH-31 は1970年代末に開発が開始された航空機搭載型の大型ミサイルで、 固体ロケット統合型ラムジェットエンジンを使用する超音速ミサイルの一つである。これはまず固体ロケットモーターにより、マッハ1.8まで加速し、その後ラムジェットエンジンに切り替えて、最大マッハ4.5まで加速、巡航するという推進方式であり、これによって適防空システムによる迎撃を困難なものにしている。ビブに初期加速用の固体ロケットモーターがあり、 固体ロケットが燃え尽きた後、ロケットモーターの燃料室がそのまま、ラムジェット燃焼室になる。さらに固体ロケットから、ラムジェットに移行する際、胴体側面にある4つの、棒状部分の先端が吹き飛び、ラムジェット用のエアインテークとなる機構を採用している。KH-31 は1980年代末から、ロシア海軍において運用が開始されており、さらに、 中国海軍も KH-31 を購入し、U 字 -91、KR-1 として、独自に生産も開始している。地上展示される、KH-31PKH-31 には、終末誘導にアクティブレーダー方式を用いる。対艦型の KH-31A と、同じく終末誘導にパッシブレーダー方式を用いる。 タイレーダー型の KH-31P の大きく分けて2種類のタイプが存在する。さらに、KH-31A、KH-31P のそれぞれのタイプにおいて、初期型の MOD1 と胴体の延長及び燃料、搭載量の増加、及びそれに伴う、射程延伸を図った後期型の MOD2 があり、多少ややこしい分類になっている。k h 十一 a KH-31P で、それぞれ射程が大きく違うのは、攻撃目標に対する飛翔経路の選択がそれぞれ異なることが影響していると考えられる。また、現在、KH-31P は地上を及び、海上のレーダーを攻撃するように設計されているが、早期警戒完成機などの空中目標を攻撃するための改良型も開発中である。 KH-31A 基本型。アクティブレーダー誘導の体艦型。KH-31AM。KH-31A のシーカーを発展型に換装した。能力向上型。開発中。KH-31P 基本型。パッシブレーダー誘導の対レーダー型。KH-31PM。KH-31P のシーカーを 発展型に乾燥した能力向上型。開発中、U 字 -91、KR-1、KH-31 の中国版。タイレーダー用がメインらしく、輸入とは別に独自に生産もしている。詳細は、U 字 -91 を参照 MA-31、KH-31 KH をベースに、アメリカで開発された標的機。詳細は、 MA-31、まあ、を参照、ありがとうございます。